気になるってどんなこと？新しい自分に会うこと。好きと口にできなかったこと。あなたの幸せの中、私がいなかったこと、それを受け入れてしまえたこと。一人泣いてたバスタブの中、顔が痛くて、あなたに会いたくて、愛してる思う何度私口にしたのだろう。なのにどうして今そばに誰もいないの。愛してるってもう何度私耳にしたのだろう。寂しさだけがこの胸に残ってるのです。好きになるってどんなこと？あなたが一人泣いてたら、そばにいないといけないと思うこと。一人泣いたベッドの中、声も顔も心も愛せない。違う場所に生まれてたなら、違う私だったのかな。生まれ変われるのなら一人じゃなくなる。私口にしたのだろう。なのにどうして今そばに誰もいないの。会いに来てても何度私耳にしたのだろう。後悔だけがこの胸に残ってるのです。もしもあの日あの瞬間にわがままを口にできたら、思い切り泣いてその胸にまた会える、また会える、また会えるを言えたなら、どんなに追いかけても追いつかない。メリー愛するってほらこんなに苦しいのです。それすらも愛して生きていく。そう